見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。現代では希少なハードボイルド作品。綾野剛39が主演するアバランチ、制作サンテレ、フジテレビ系はドラマ界で希少な本格的ハードボイルド作品だ。視聴率も初回が世帯 10.3%、全体 5.7%、第6話が世帯 8.5%、全体 4.6% と検討している。綾野が演じる羽生誠一らアバランチのメンバーが、権力の中枢にいながら巨悪である官房副長官、大山健吾、渡部篤郎を倒すため、まず大山の手先たちに次々と制裁を加えている。自分たちの身に危険が迫ることもあるが、それを恐れない、非常、冷徹、硬質、などを意味するハードボイルドのど真ん中を行く作品だ。セリフの一つ一つにもハードボイルドの香りが満載している。世界は正しいことだけで回っているわけじゃない。第5話の羽生、世界は思った以上に残酷だ。第6話、どう、他のドラマで使われたら、鼻をつまみたくなるような臭いセリフだが、この作品には不思議なくらいハマっている。作品の世界観を守る喫煙シーン。ハードボイルドは小説のジャンルの一つとして1990年代に米国で誕生した。その後は世界中で人気を博すようになったが、ドラマは意外なほど少ない。地上波で近年、目立ったハードボイルド作品といえば、西島秀俊、50、が警視庁公安部捜査官を演じた TBS、モズ、と浅野忠信、47、が私立探偵に扮した MHK、ロンググッドバイ、で14年、くらい。ハードボイルド作品が少ない理由は、ドラマファンの中心が女性であることが一因だろう。スポンサーも購買意欲の高い F1 層、女性の0歳から34歳の視聴者を歓迎する。だから若い女性視聴者の獲得を狙い、おいおい、と言いたくなるほど不自然に恋愛要素が付け足したドラマも生まれる。けれど、アバランチは女性におもねらない、恋愛要素など欠片もない一方、嫌う女性が多い出演シーンがたびたび登場する。羽生が愛煙家だからだ。しかも副流煙が少ない統制風の加熱式タバコではなく、昔ながらの紙巻きタバコ。受動喫煙の防止などが定められた健康増進法が003都市に施行されて以降、ドラマでタバコが登場するシーンは極めて稀だ。チーフ演出家、藤井道人氏、35、のこだわりの強さを感じさせる。作品の世界観を守るため、1シーンたりとも妥協したくないのだろう。藤井氏はカンテレの所属ではなく、019都市の映画、新聞記者、で日本アカデミー賞の最優秀作品賞や最優秀監督賞などに輝いた映画界の春映、アバランチ、では脚本作りにも参加している。通りでストーリーが練りに練られ、映像は斬新なわけだ。ちなみに女性に媚びを売っていないのに F1 層の視聴率は初回 1%、第6話 4% でそう悪くない。おもねらないところに潔さを感じる女性もいるのだろう。ドラマ作りでは机上の計算がその通りになるとは限らない。